見て、ロッキーティー来ました。ロッキーティー来てみました。見て、ホッテと銀だこ買ってきた。じゃーん、食べたくて仕方なくて買ってきました。お披露目2周年です。そう、お披露目2周年です。お披露目が2年が経ちました。今3年目です。やった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 ね。なんかマジで、あ、今日が2周年なんだって実感マジでないのね。けどなんかファンの方、あの朝起きてまずエゴサした時にファンの方が結構そう、なんだろう、おめでとうみたいなってで、そっかってなりました。ゴールデンウィーク終わったけどこのさ背景変わんないね。いただきますか。そうなの、2年経ちました。やったやった、早いっすね、2年というのは。すごい、鬼滅の刃どこから落ちてたかな今。なんかさ、わかんないけど鬼滅の刃いる、耐えてる鬼滅の刃って。なんかね、店員のね方がね、めっちゃ体育会系で、なんかそう、普通のたこ焼き、しかもさ、今気づいたらさ、ちゃんと変わったショールームが、研究生から。明後日のコンサート来ますか皆さんは。どないですか。いただきます。いただきます。美味しい。ちょっと暑かったわ。まだ暑かった。一口で行くには早すぎたかも。でも銀だこ、私銀だこのたこ焼きしか食べれないくらい銀だこが好きなんだけど、あの銀だこはたこ焼きじゃないらしい。関西の方からするとこんなたこ焼きじゃないよって感じらしいよ。なんかさ、バクバク食べるのもったいないなと思っちゃうんだよね、こういうの。うん、
なんかね、ちょっとなんかないっすか皆さん的に。でも2周、でも2周年かって感じ。もうちょっと長く、長い気持ち。あ、もう席決まったの？席決まったんだ。え？やばいよね。夜さ、7期生の広めですね。皆様怖くですね。ロッキーのお披露目はね、そうなの。なんかロッキーのお披露目の時はなんかもともとツアーをしてたじゃないですか。ツアーを4月とかからしてて、その時はなんかお招きみたいな、なんかその他の、その例えば東京とか大阪とか熊本でやって、そうそう、で東京だと AKB さんと NGT さんをお招きして、で大阪は NMB さんを招きして、え、大阪、熊本、あ、大阪ってさ、あれもし、あ、STU さんかもうお招きして、で熊本はみたいななってたじゃん。で熊本がうちらだった、なんかゲストを呼ぶみたいな感じだったじゃん。だからそうそう、でも今回何期生もね、もうがっつり何期生ですって感じだから。でも熊本の時さ、めっちゃあのゲストみたいな感じでやってたけど、あ、それそれさ、もうこの日はお披露しますとか言ってるからさそれはわかるよね、みんな。ね、やばいよね、懐かしいな、お披露目なんて。こんばんは。でも7期生からもさ、毎日配信の子が生まれる。でも記念日近いのよ、2日後うちらの。2年前ってやばくない？2年前すごくない？ねえ、2年前だったよ、配役ね。2年前だということが信じられない。なんかすごくない？なんかもうこんそんないるんだって感じ。3年目だからびっくりだよね。
こんばんは、こんばんは。え、お披露目さん来てた人いる？来てたの、来てたよって、熊本行ったよって。しかでも違う時昼夜だったもんね。もうあ半分食べちゃったね。早くない？みんなからしても早くない？あれか2年かみたいな。ね、早すぎ、やばくない？でもコールとかなかったな。ね、そうだね、コロナだったしね。そっか、だってコール自体がさ3月とかだよね。え、3月ってさ、あ、去年の3月だよね。だってうん、手拍子でさ、コールってどんな感じ？うん、うん、じゃあさ、手拍子でうん、せい、ハンマー、シロ、カズトビ、ジョー、キョー、チャッペ、アッペってこと？い、それをさ、マジリズム天国やん。やばいね。え、確かにキスドンさ、みんなしてるよね。ドゥンドゥズルズルドゥルトゥンドゥンドゥドゥルトゥン。あとなんかあるか、やってみようし。
お腹が消化してます。ちょっとさ、名前覚えなきゃだよね。なんか何人かっていうか、なんかなんとなく近く覚えてない。でも顔、この子のさ顔を見てパッて言えるかって言われたら別人じゃん。でやっぱ写真とさあれって絶対違うからさ。そうそう、だからでもさ覚えておいた方が楽じゃん。あ、この子あの時なんて言ってたなみたいな。でそうそうそう、覚えてなかったら、あ、あの時こう言ってたの誰だったっけってなって、そうそうね、先輩たちとかどうしちゃったかな。でもね、最初だからメイクはそんな濃くないはずだから、髪型はでもさ結構さあれ髪型さみんなアレンジしてたからさ、先輩とアレンジする、あ、先輩とじゃない髪型アレンジできあしてるけどできないじゃん、おろしだから。え、ポニーテよかったね、ありがとうございます。いや私さ何がいいかな、私さ迷うんだよね。え、覚えていた、そうだよねそうだよね、名前知ってる私のことってなるよね、そりゃそういう、なんかさ、なんか私といえばみたいなさ、なんか固定したいの何がいいかな。でもまだ言うてに3個ぐらいしかしない喋れない、食べ終わりました。食べ、小太郎連れてきたの何してるかな、ちょっと見てきていい、私ちょっと戻ってくるか、あ、小太ちゃんおいで、
だろう。あら見えない画面が。あらかわいい赤ちゃん。コタロ。泣いちゃうの？泣いちゃうの？でもね、あのドア開けたら目の前にいました、コタちゃんが。コタちゃんがいました、目の前に。おいでコタよ、ここおいで、ここ、ほらおいでおいでおいでコタよ、ここ、コタロここおいで、コタロ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 おいで、ここ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 おいで。かわいいな、コタちゃんは。コタロコタロコタロくん、コタちゃん、でも最近ね、もうやっぱコタロっておっきいんだなって思う、やっぱり。そう、コタロ大きいです、だいぶ。コタちゃんどうしたの、今日は甘えたくないの、抱っこしたいな。なあ、行っちゃうの、最悪。体重は7キロ弱ですね。6.7後半。大きいらしい。これ以上太るのはダメらしい。おいで、ここ。うん。コタロってさ、こういうたまに可愛い鳴き声するときあるんだよね。でも今とかは結構可愛いこぶってます。たぶん寝起きだからあんま声が出ないんだよね。コタちゃん、さよなら。最後にもう一回、もう一回、もう一回抱っこしたいな。いやー、ごめんね。さよなら、コタロウ。じゃあね、あっち行っても元気してるんだよ。あ、なんかお腹がトプトプになってきた。銀だこも食べたので。銀だこは分かんない、分かんない。夜ご飯なんかめっちゃお腹空いてたの今日。そうだから買ってきたけど、なんでなんかめっちゃ泣いてんだけど、なんかでも何してんだか。コタロがと2人でいるときなんか、コタロがなんか誰もいないところをじっと見つめたりするのね。そうだから怖いの、もう怖くて怖くて、私がそれを。だってコタロが誰もいないんだよ、誰もいないところをこうやって見てんの。
そうだから今とかも怖くて、なんで泣いてんだろう。ね、だからめっちゃ怖いの。なんかいるじゃないかって思っちゃう。今日なんかさ、ルッキー生3周年じゃん、あ、2周年じゃん。だからさ、なんかツイッター載っけたいんだけどさ、ツイッター載っけたいんだけどさ、写真がなくて、え、これ絶対今日おはようって言った時に、今日ロッキー20年だよって、これからも頑張りますみたいなさ、絶対言うべきじゃん。言うべきだったじゃんって思って、絶対その時おはようと一緒に乗っけちゃえばよかったじゃん。なんか写真とかさ、謎にさ迷っちゃうしさ、ねえねえとか会話をしてます。だってそんな怖いこと言わないで。そうね、どうしようみたいな。でもなんかね、てかさ、昨日インスタの携帯を私3個目の投稿です。インスタ投稿しました。花火大会に行った時のやつを投稿して、でも今週はまた土日にさインスタ載ければいいなって。そう、コンサートでなんか撮れたらその時出したいなって。なんかおしゃれ系にしたいけど、なんかまあ別に系統とかないのね、個人的に。だから自分が載せたいと思ったやつをポンポンって載せたいなぐらいだから、でもね、なんか花火、でも本当はなんか花火とあのなんか花火なんか撮ってもらいたかったんだけど、なんかちょっと難しくて、なんか場所だったので、そうそう、難しくて、なんか撮るのが内カメじゃないとちょっとなと思って撮って、でもなんか花火大会中に撮んなよとか言われたらどうしようって。ちょっとフィナーレのさ方なのね、あれ実際ちょっとフィナーレの方の盛り上がりってる時だから、あの 何に内調に撮ってんだよみたいな言われるかなと思ったけど、まあいいやいいやってそう、コンサートで撮れたコンサートのやつを投稿します。あ、この確かコンサートの写真、金子さんの漏れてるやつに、そうだね、金子さん、え、そう、金子さんのありがとうございましたっていう投稿してみたかったの。なんかさね、いいよね。さ、あ、ちょっと食べると思ってこうかな。食べると本当になんかさ、インスタ投稿したらさ画質悪くなるんだけどさ、そう、私の場合
そうそう、こんばんは。そう、あのなんだっけ、統合したら、そうそうそう、あの加工じゃなくて、あの画質が悪くなっちゃうくて、んこれか。でもなんかあれなの、ふうふう、投稿してますね。自分で自分のやついいねでもしてみようかな。そう、なんか載せれる投稿が3つあって3つあって、そう、載せれる、これインスタ用に撮ったっていう3つあるんだけど、それがなんか服はこれが長袖だったんですよね。花火大会だからもうちょっと後に乗っけてもいいかなとか思ったんだけど、でも長袖だしなって思って、まあ長袖の写真って後々使えなくなるんで今のしとこうって思って。でもさ、私のこのパジャドラのさ写真さ、あのめっちゃね、もともとはね結構ねもう広めなの、広めにめっちゃ撮られ、そうそう、なんかインスタっぽく撮ってってお願いしたら広めだったから、ちょっと拡大したのね、ちょっと拡大したんだけど、ちょっと拡大したんだけど、でもまだ画質良くねって、あ、やばいやばい、感じ。マジね、インスタ始めたのが嬉しいの、心底。みんなさ、インスタ、私のインスタフォローしてる？そうそう、フォローしてね。キューボフォロワーさんなんで、2000フォロワー行きたいなって感じだけど、ちょっと頑張って投稿しろ。なんかグッチとね一緒にね、なんかそう、なんか見てたの、なんかで、あ、どうやったらバズるんだろうって思って調べてたのね、今日調べて、けどよく分からなかったけど、まあまあなんとなくね調べて、フォローしてね。でもね、インスタはでもなんか結構、そうそう、なんかゆうきさんの投稿見てたら、リールがすごくなんかいいねが多くて、めっちゃそう、なんか先輩たちの投稿見てて今日朝で、え、なんかインスタでこんないいねつくんみたいな感じだったの。なんかいろんな先輩の方の投稿見て、なんかめっちゃいいねついてて、え、みたいな、インスタでそんないいねつくのみたいになって、あ、フォローしたよって、ありがとうございます、待っててください。え、どうやったらさでも多くなると思う？なんかインスタ、ツイッターも伸ばしたいな。やっぱ SNS って一つの手段じゃん、私のことを知ってくれるという。
SNS どういう、なんかリールがいいって書いてた。やっぱり早く6000フォロワー行きたいな。インスタ、ツイッター、何したら伸びるのかな。なんか劇的にさバズることとかないのかな。もう劇的にさ、なんかあのこの、でもいつもおはようしかしてないからね。なんかもうちょっと投稿さ、おはよう以外の投稿増やしたいけど。そう、少ないからさフォロワーが、どうしたら多くなるかな。おすすめになると難しいよね。おはよう動画、マジなんかツイッターってさ絶対インスタって違うじゃん。まあそうだよね。なんかかゆい最近。そうだからね、なんかあれらしい、なんかやっぱリールがいいらしくて、そうリールがいいらしくて、だから今度グッチと遊び行くときにちょっとリール撮ろうって、リールの動画撮ろうって。動画、そうそう、なんかやっぱ動画って見やすいしさ、なんかリールだったらポポポってさこうやってやった時にさ、リール見てたらさ流れるかもしれないしね。なんかカフェ行った時の動画とか、なんか食べ歩きの動画とかが良さそうじゃない。なんか食べてる感じの、じゃあね、行くよ。ね、リールね、リール頑張ってみるか。まあいいですよ、自分が楽しく投稿できればって感じで。そういつもね、インスタ投稿するとき悩むのは、あのハッシュタグを何つけようみたいな、ハッシュタグ何つけようってなって迷うなって。今何時？ 8 時47？ あ、え、6時47？ 私今日は結構してるでしょ、俺もしかして1時間ぐらい。そのあ、6時に始めたか。でもインスタはエゴサあんましないかな。インスタってみんなの検討もん？富士の声たまにね検索したりするけど、なんかやっぱ、あ、まるまるちゃん可愛かった、まるまるちゃん可愛かったっていうのは絶対ツイッターだから、インスタは見ないかな。そう、なんかいつも何、あ、ハッシュタグ何つければいいんだろうと思って、まず HKT48 と富士のココハとその関連するような写真、あ、ハッシュタグ
でもね、あんまハッシュタグもつけすぎもよくないんだって。なんか彼女感的なリール出そうみたいな、彼女感あるような。そうっていうのをぐちと話してたんです、ずっと。まあ難しい。なんかさ、制服の写真撮りたいんだよね。なんか制服の写真さ、おしゃべり会で着たようなやつしかないからさ、もうちょっとなんか髪型とかちゃんとしてやりたい、 JK っぽく。トローリール見たいでしょ。でも絶対需要あるよね。コタローのね、コタローのと遊んでるみたいな。こんばんは。ではコンサートですね、明後日が。みんなさ、東京まで来てくれるんですよね。昼はね、昼も昼も楽しみだね。なんかもう終わっちゃうからさ、一通りが。ちょっと通りが終わっちゃうから、そうそう、周年かな次は。ね、ちゃんとね、カメコ、やっぱカメコそうだね、カメコさんにたくさん撮ってもらいたいから、ちょっとね頑張ろう。髪型もどうしようかなって。髪型は真っ赤かって感じだったな。頑張りましょうか。まあ、東京だからし、平日だから来れない方も多分多いとは思うんですが、まあ楽しみましょうね。明日は朝かな、やっぱ配信
ヒロメ2周年。そうなので、そうヒロメから2周年させました。めっちゃフレームアウトしてた。次14日、私は9日コンサートして、14日かで、17目撃者21、なんかさ18か、8がある。パジャドーラでも、ちょっとね、5月私の誕生日もありますし、盛りだくさんですね。終わろうかな。終わります。13位シンさん、ありがとうございます。12位ちゃんとかさん、ありがとうございます。11位ペスさん、ありがとうございます。10位しみしみさん、ありがとうございます。9位カベチョロさん、ありがとうございます。8位ウッチーさん、ありがとうございます。7位ワンタンメンさん、ありがとうございます。6位カンさん、ありがとうございます。5位 HKT 超絶おじさん、ありがとうございます。4位ただの魚さん、ありがとうございます。3位ポンポン丸さん、ありがとうございます。2位ステックさん、ありがとうございます。1位葵ちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。さよなら。コタローマナチます。じゃあね、またね。